どうも、なおちんです。さあ、今日は交換会の告知になります。まだやったことがないので、どんな感じになるかわからないんで、ちょっと一度やってみようと思います。日にちが3月12日土曜日です。3月12日の土曜日、朝の10時から行います。できるだけ多くの人に渡したいんですけども、時間が結構かかっちゃいます。なので、まずは先着20人としたいと思います。先着で20名ですね。応募方法ですけども、この動画のコメント欄に自分のフレンドコードを書いてください。自分のフレンドコードですね。で、ちなみに俺のフレンドコードも出しておきます。これですね。これが俺のフレンドコードになりますので、事前に打ち込んでおいてください。フレンドを探すのところですね。そこでこの番号を入れておいてください。で、そしてコメント欄に自分のコードを書いて、その横もしくは開業して欲しいアイテムを書いてください。もちろん全てのアイテム持ってるわけではないので、ないこともあります。その時は、なんかそれっぽいやつを渡します。なので、皆さんのね、リクエストに答えれないこともあるんだけども、極力、それっぽいのを渡すようにするので、よろしくお願いします。ではもう一度ね、応募方法をおさらいしときます。この下に書いてある番号ですね。これが、俺の、フレンドコードになります。事前にね、フレンドになるで打ち込んでおいてください。そして、20名の方に当たりますので、コメント欄に自分のフレンドコード、そしてその横、もしくは開業して欲しいアイテムを書いておいてください。先着で20名様に、そのアイテム、もしくはそれっぽいやつを渡していきます。よろしくお願いします。当日3月12日の朝10時になりましたら、インしておいてください。そしたら、俺が部屋に入っていきます。で、そしてアイテムを渡すんだけども、このギフトラッパーを使うのって、一度使うとミッションを一度クリアしないといけません。なので、はてなはてなはてな、あそこを、周回すると思います。そこを一回クリアしてギフトを送る。まあ、その繰り返しでやるので、20名、だいたい1時間ぐらいでは終わると思います。はい。まあ、一応ね、コメントに書いてもらったら、俺が返信しますので、返信をもらった人は、アイテム確実にもらえますので、10時から11時ぐらいにはなるかな。うん、その間はインしておいてください。もしも、11時過ぎていなかった場合はもう無効とさせてもらいます。ずっと待っておくのもちょっと難しいので、一度そこで、終了ということにさせてもらいます。はい。まあ、取りこぼしのないように10時から11時はインしておいてください。コメントもらったら、返信には打ちますので、返信をもらった人は、当たりということで、10時から11時までインしておいてください。よろしくお願いします。この交換会、初めてやるんですけども、まあいい感じだったらば、今後も続けてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、応募お待ちしております。先着20名様にプレゼントとなっております。ないやつもあるんで、それはご了承くださいね。では、よろしくお願いします。ありがとう。